はい、今からお話をします。この話はですね、非常に簡単です。100回聞くとわかります。それと100回実践してみるとわかります。たった100回聞いてわかって、たった100回実践すればできるようになるという、簡単な話をします。まず人は困らないんだ。例えば、競馬をする人がいる。博打をしない人がこう見てると、あんたがあんな競馬なんかやってたら困るよとかって言うんだけど、意外と困らないで一生なんか競馬かなんか楽しみながら生きてるようなおじいさんとか結構多いんです。それで、中に困る人がいます。で、中に困る人ってのは何かって見てると、その困ってる時が学ぶ時なんです。子供に勉強しなさいとかって言うけれど、意外としない子が多いんだけど、大概は困らないんです。意外と、なんていうの、あんまりこう、飛びの仕事やったり、大工さんになったり、その必要な勉強だけで済んじゃってて、あんまり方程式とか英語とか使わないんです。本当に勉強しなくちゃいけない、困った時が出てきた時が、その人が勉強する時なんです。だから、お金にだらしない人とかいるんだけど、だらしなくしてる時は別に困ってないんです。それで、お金に困る時が出てくるんです。で、お金に困った時、人は落ちぶれた時、金の尊さを知るんです。お金って尊いものだよな。でも、それの前って意外と、俺はお金より友情を大切にするんだとかって言うけど、友情は大切なものだけど、いちいちお金と比較するべきものじゃなくて、じゃあお金があったら友情ってできないんですかって言うと、そんなことはないんだよね。そうすると、友情も大切だけど、お金って尊いね。で、尊いお金を得る方法はやっぱし、尊い働きによって得るもんだとかって、人間ってこう学ぶものなんです。じゃあやっぱり困るじゃないかって言うけど、そうじゃないんです。人が学ぶことって困ることなんですかってことなので、人がいいことを聞いていいことを学ぶで、学ぶことって別に困ることでもないんです。だから人は困ってるんじゃなくて学んでるんです。だから一本の木で例えると日照りが続く、そうすると根のそばにある水分は全部吸っちゃったんです。そうすると全部吸っちゃったその水分でもう足んなくなると、一生懸命一生懸命根を張るんです。それで1センチでも1ミリでも根を伸ばすと、そこの先から水分が吸えるんです。そこもなくなっちゃうと、またっていう風にして根を伸ばす。で、根をしっかり伸びてるから、嵐が来ても何しても倒れないんです。ところが、景気がいいとか、雨がベタ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 降ってても、そこの周りからだけでもこう、水分吸っちゃってると、上は立派な木になって、枝も栄えて葉も茂るけど、根っこがちょっとしかついてないから、嵐が来たりなくと、パタ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 倒れちゃう。だから、この前のバブルの時にできた会社が、なんでこんなに簡単に倒れちゃうのっていうと、苦しさの中に根を張るということをしなかったからなんだよね。だから、苦しんでるんじゃなくて、その人は学んでるんだ。それから、よくいろんなことがあって、こういうのが辛い、ああいうのが辛いって言うけれど、本当に大して辛くないんです。よく家庭内暴力とかってあるんです。で、よく、いや、うちの子はもう喘息だったからとか、ああだとかこうだとかって言うけど、暴力振られても、みんなが思ってるほど辛くないんです。本当に辛かったら出てっちゃうだけなんです。だから、この子がアトピーだったからとか、この子は喘息だったからとか、ね、この子は小さい時のお父さんに死なれて、かわいそうだからとかって言って、その程度の自分を慰めて、殴られていられるような人ってのは、そんなに殴られることが大して嫌じゃないんです。で、人っていろんな人がいますから、自分と一緒にしちゃダメですよ。で、本当は、その、本当に嫌になった時、出てっちゃうんです。で、置いてかれた時、子供たちも、親のこと引っ張られてたけど、親に産んでもらって、親にご飯食わして、そういう人を殴ってたら、
親がいなくなった時自分一人じゃ殴る相手もいないし、ご飯食わしてくれる相手もいないんです。じゃあ腹立つからって隣の親父とか隣の奥さん殴ったら逮捕されるんです。で、そんなことが分かり合える、本当に苦しくなった時人は分かり合えるんです。だからまだそんなに苦しんでないから勉強の時が来てないんです。だから人が勉強するっていうことは悪いことじゃないんです。だお金の尊さが分からないで死んじゃった人がいるってこと。人は10万回生まれ変わるんです。だ 2、3回そんなことしたからっていいんです。で、その人は、ああ、今学んでる人だなって思えばいいんです。で、心ってあるじゃない。心の修行なんだよね。で、心の修行って何ですか？お客さん来ないんですよ。お客さん来なかったら、今まで来てた人に、お手紙出す。ここのとこ、この前買ってていただいたの、いかがですか？調子いかがですか？とか。相手に聞く。で、それを、心を配るというの。だから心は配るもの。ね。で、あっちこっちに心を配ってあげる。それから、あ、今日は島だから。島だからガラスでも磨こう。で、いい種まくの。ガラス磨くとか電話かけるとか、お客さんにご機嫌伺いの。いかがですか？とかっていう。はがき出す。ダイレクトメール出す。今日は島だからそういうことができるってことは、いいことをしてるんだよね。で、いいことしてるってことは、いい種を世間に撒いてると。心を配るってのは、いい種撒く。で、悪いことすれば悪いのが撒くよ。だけど、いい種をこう一生懸命こうやって撒いてたら、それが実ってきてみんな帰ってくるの。で、一番いけないことが、それは、お客さん来ないわね。で、その暇な時間、心を揉む人がいるの。で、いい種でも、その種を持って、手でこうやって揉むと、種はみんな崩れるの。で、崩れたらもう芽が出ない。だから、心は揉んじゃダメだよ。気を揉むより、心を配るようにすればいいんだ。で、こんなことも、一つの勉強なの。で、そうやって勉強して勉強していくのね。だからよく転ばぬ先の杖だよって言って、これ学びなさい、あれ学びなさいって言うけど、子供たちは全然学ぶ気がしないの。なぜかと困ってないから。で、自然界って困る前に学ばせようというのが、あなたの親のね、親とか周りの人のことなの。でも、本当は、天の御親つって、天にはものすごい偉い神様がいて、嘘か本当か知らないよ。私も知らないし、みんなも永久にわかんないと思う。ただ、本当は、困ってから学んでも十分なの。だって何に人が困るかわからないの。人って個性がもう全然違うの。だから困ってるという捉え方はしちゃいけないんだ。困ってるんじゃなくて、あ、学ぶ時期が来て今学んでるんだ。ね。それで、心を揉んで揉んで揉めば揉むほど悪いことが起きるの。で、そのことも今学んでる。で、やがて落ち着いたとき、やっぱしいいことしていい種まくしかないんだ。いい種をまく。いい心になっていい種まく。で、いい種まけば、いい結果が出て、いい種が、ね、一粒の米から万の米ができるようにいいことがいっぱい起きるんだっていうことをみんなが学ぶんだ。ね、だから、そのことを気をもんじゃいけないよ。それと、もう一つ人間関係でもう一つだけ、これは覚えといた方がいいんだけど、これも100回聞けばわかる。で、100回だけ実践すればできるようになる。何ですかって言うと、今までみんなが思ってること、正反対のこと言うからね。いいかい？体の具合の悪い人、人生うまくいかない人、もしかしたら、人の機嫌を取ってませんか？相手は相手の都合で機嫌が悪かったりしてるんだよね。今現在も、
台風6号とかってものすごいのが来てるけど、その台風は、所詮一過性のものなの。台風で地球が飛ばされたとか、太陽が飛ばされたとか、絶対ないの。たかだか1日か2日、なんかの都合でああなってんの。それよりも、そんなことに心を惑わされないの。だから、今は、やれ不況なんだとかなんだ、それでも自分の機嫌を取るの。で、自分がいつもニコニコ明るくしてるの。で、そういう人が人を救うの。いいですか？機嫌が悪い。で、私は機嫌がいい。悪い方に私を合わしちゃいけないんです。だって、悪ってのは悪なんです。いいですか？私が機嫌が良くて、いくら隣が機嫌が悪くても、永遠と機嫌が良くしてると、必ず機嫌の悪い方が、機嫌のいい方に合わせるんです。機嫌が悪いなんて一過性なんです。ところがその機嫌の悪い方に合わせると、台風に合わしたら飛ばされますよ。で、自分が苦しむの。それより、相手の都合なの。と。病気の人がいた。病気の奥さんがいた。病気だから心配してるよ。お前がいなくなったら困るよ。だからといって病気と人と同じように自分も暗くなり苦しんではいけないんです。お前病気でも心配ないよ。俺は明るく頑張るからなって。何があっても自分の明るささえ自分の機嫌を取るの。お前が心配でしょか。お前が寝込まれたら俺の食事どうなっちゃうのとか。気を揉んでる人がいるの。それを気を配ってあげればいいの。寝てな。俺のものは俺が作るから。それで機嫌を損ねないの。自分の機嫌を取るので。自分の機嫌を取れば、いつもその人って機嫌のいい人なの。で、機嫌のいい人のそばにいる人は機嫌が良くなっちゃうの。で、これの根がしっかり、機嫌がいいという根をしっかり張ってないと、ちょっと機嫌が悪い人が相手に合わせて、どうしたの？ああしたの？機嫌取ってるの。そのうち機嫌取ってる自分まで機嫌が悪くなってくる。で、それを繰り返してるの。だから、お互いに自分の機嫌を取るの。嫌な気分になりそうになった時、自分の機嫌を取るの。ね。それで、うまくいってない人、人間関係がどうもうまくいってない人っていうのは、自分の機嫌が取れない人なの。で、中には人の機嫌も取れない人もいるんだよ。だけど、自分の機嫌だけ取りな。だから、お天気屋さんで気分のいい時、気分の悪い時、もう如実に顔に表す人が、それが迷惑かけてるの。で、そういう人がいても、絶対嫌な人ね、とか、ね、惹かれちゃうわ、ああいう人に会うと気分悪くなっちゃう。機嫌を取りな。そう、向こうは向こうの勝手で、ご都合で気分悪いの。こっちはこっちの都合で気分がいいの。どんなことがあっても、自分をハッピーだね、とか、ついてるね、とか。言ってるの。それを、あの人こう困ってんのよ。あの人こうなのよ。そうじゃない。あの人は学んでるんだ。ね。もう少し学べばいいんだ。で、悩んでるから解決してあげたら違う。悩み方が少ないから解決しないんだ。もっと悩んで、もっと我慢できないところまで行ったら人は必ず学び出すんだ。学びが半端だから苦しんでるんだ。で、なぜ苦しんでるかというと、旗から見てるほど苦しくないからなんだ。私だったら我慢できない。あなたじゃないんだ。ね。だからその人にとって、まだ学びが、これからの人っているの。それを、上機嫌で見守ってあげるの。ハッピーの気持ちで見守ってあげるの。で、この話が、愛情なの。わかるかい？お金ってお金を持ちになった。お金もじゃなくて洋服買ったら洋服代。ね？八百屋さん行ったら野菜代。でも、お金にそんなこと書いてありますか？お金に、これはシャネルのバッグのお金ですよとか書いてないよね。お金は一つのお金なんだよ。だからお金持ちになっちゃうと、いろんなものを買えるよ。買った後から何代ってつくんだよ。わかるかい？ってことは、お金持ちになってれば、あっちにもこっちにもお金が払えるんだよ。それと同じように、心に愛情というものがいっぱいあれば、この人にも愛情が出せる。この人にも愛情が出せる。ね？
いろんな人に愛がある。いつも人様に笑顔でいられるんだよ。それは上機嫌が溜まってるんだよ。自分の機嫌を良くしなさいっていうのが、自分の中に上機嫌がいつも溜まってるから、あの人にもこの人にもこの人にもこの人にも上機嫌でいられるんだよ。それが、この人にだけはいい顔、こっちにはブスッとっていうのはないんだよ。ないから出せないんだよ。で、なぜないんですかっていうと、人の機嫌ばっかし取ってて自分の機嫌を取らないからな。自分の、しっかり自分の機嫌を取るの。そしたら自分の機嫌が良くて、ここに溜まってるんだよ。それが溢れ出るの。それが笑顔なんだよ。ね。だからついてるって言葉何ですかって言うと、自分の機嫌を取る言葉なんだよ。自分の機嫌が落ち込みそうになった時、ついてるついてるって言っただけで機嫌が良くなってくるんだよ。ハッピーだねっていう言葉は何ですか？自分の機嫌を取ってるんだよ。それで周りの波、風、嵐、しでり、そんなものに吹き飛ばされない不滅の魂、不滅の光なんだよ。それを心の中に持つんだよ。で、それの燃料がいるんだよ。ろうそくだろうが油だろうが燃し続けるための燃料がいるの。で、心の燃料がついてるついてるっていう言葉なの。長くなっちゃったけど、この話は、100回聞けばわかります。それで100回実行したときにわかる。本当に簡単な話です。どうもありがとう。